も続けて滑ってっと、さすがに上達した気がすんな。つってもコツつかみかけた頃に撤収なんだけどさ、ありがちだぜ。どうしよう、プロのスカウトに目つけられちゃう。クマ、ジュネスト専属契約なのに。いや、腹で滑る競技とかねえから。雪って本当不思議クマね。あっちの世界では見たことないクマ。どうしてお空からこんなの降ってくるの？雨と一緒だろ。あんまり寒いと凍って降るっつうだけだ。それだともっと硬くて丸っこくならない？食ったら痛そうクマ。細っけえな。確かに不思議な心地にはなるっすね。こんな白い花みてえのが空から降るなんてよ。見上げてっと日頃は感じねえ空の深さが目でわかる。吸い込まれそうな気がしてくるぜ。なるほどな。前々から属的な連中にはポエム属性があると思ってたが、やっぱお前もか。心は夢見る乙女くんはね。そんなんじゃねえよ。つうかこの話てめえらが振ったんだろうが。クマはただ雪がなんで降るか聞いただけクマよ。白い花とか吸い込まれちゃうとか、そんなメルヘンの国の話はしてないクマ。てめえやんのかこのクマ子。もうじき暗くなりだす時間だな。だいぶ降ってきたし、そろそろ戻ろうぜ。今日の飯確か肉だしな。あんま遅れると肉大好きの子に全部行かれんぞ。こんだけ体使って飯抜きは勘弁すね。俺らのペンションこの席どっちでしたっけ？詳しく確認してね。こんな本振り予想してなかったし、上から見えると思ってさ。先輩どうすか、道覚えてますか？おいおい大丈夫かよ。スキー場つっても一歩それたら山ん中だぞ。となったら冬眠ってのすれば平気クマね。本で読んだ。やめとけって、目覚めんの来世だそれ。とにかく進みましょう。この雪じゃボサッとしてらんねっすよ。そうだな、よしなら行こうぜ。大丈夫か？全員揃ってるよな。先輩らと俺と、あ、クマどこ行った？ここにいるクマよ。うわあ、雪だるまが喋ったみたいなボケは今はいらんクマ。やっべえなこれ。完全に遭難してんだろ。っていうか死ぬ。寒くて死ぬ。死ぬとか簡単に言うんじゃねえよ。気合い入れろ、オラ。そういう人が最初に体力なくして倒れてくって何かに書いてあったクマ。っていうか先生、クマそろそろ電池切れそう。鎌倉って何かま？ダメだ、もういろいろとダメだ。おい、あれなんか小屋っぽくねえか。ついに幻覚を見るやつが。ここで寝ぼけると命に関わるぞ。寝ぼけてんのはてめえだろ。ちゃんと目開けてみろって。おお、あれこそまさに雪の山小屋。夜になると電話線が切られ、暖炉の日陰棒で一人ずつ。そんな刺激的なサスペンスいらねえ。まあ、とにかくこのまま雪に埋もれてらんねえ。急ごうぜ。すんません、誰かいま
ませんか？って、あれ？なんも見えんくま。なんで鍵開いてんすかね。あかんねえけど、投資するよかマシだろう。幸運と思っとこうぜ。誰かペンションの番号わかるか、速攻電話して迎えよう。マジかよ、まさか誰もわかんねえとか。いや、携帯持ってきてねっす。くまもんねっす。そっからかよ。てか、なんで携帯なのに携帯してねえわけ。先輩ら全員同じとこいんだから、かかってくる相手いねえっしょ。そうなんすとか先言ってくださいよ。クマ、中は生まれたままの姿よ。先に言ってください。クマ言わねえよ。てか言えたら遭難しねえし。仕方ねえな。じゃ、俺から里中に電話して。ゆうすけ、何しとるくま。はよ、ちえちゃんたちに電話しんさい。電池切れです。あんだけ言っといてあんたもかよ。仕方ねえだろ。バイク貯金で機種変してねえの。バッテリーも古いから電池切れも早いの。だいたいこんなことになるとか、俺だって予想してねえっつの。相棒。もうお前しかいない。お前だけが頼りだ。先輩、あんた俺たちのヒーローだろな。クマは最初から分かってた。クマ先生はいつだってクマを救ってくれる。クマ、最後の希望も尽きたか。やだやだ、寒いクマ。皮着てんのにかよ。吹雪いつ止むかわかんねえしな。一晩明かすとかになったらこの寒さはやばいぜ。仕方ねえ。そこにあるいろりっぽいやつ、あれに火つけようぜ。ああ、けどどうすりゃいいんだ。ライターとかねえし。探そうぜ。いろりなんてあんならきっとあるっすよ、そういう道具。やれやれ、なんとか生き延びたな。ここどの辺なんすかね。連絡取れたって残りの4人来られんすか。クマたち、きっとここで凍えちゃう。クマ、明日の朝には白い柱になっちゃってる。クマ、いやー、先生が壊れそう。クマ、つうかこれ4人で当たるには火が小せえよな。もう一箇所くらい火つけたらどうすか。この小屋全部木でできてんだろ。ただの火事じゃねえか。投資が昇進になるだけだっつうの。だが文句ばっかだな。火が無理ならあとは着込むっきゃねえっすよ。なんかこう温まる寝袋みてえな。んな都合のいいもんどこに。な、何クマ。4人くらい入れんじゃね。クマ、中は生まれたままの姿よ。そんなとこに男4人。クマの体操が全滅してしまう。クマ、いつまで引っ張んだそのネタ。今、光ったよな、あれ。あ、でもなんで。俺も行くぜ、先輩。クマも手伝う。クマね、怪しい匂いプンプンする。ちょ、お前ら待てって。うわ、ちょ、やめろって。いきなりなんだよ、そんなことしたら。よく調べなきゃわかんねえだろう。なあ、先輩。先生、ダメクマ。それ以上は入っちゃう。こら、なな
てない。お前らなんでここに？つか脱いで。脱いで何？それ口に出して説明しないとダメでしょうか。ベイビーちゃんたち助けに来てくれたクマ、クマを追ってこんな山奥まで来ちゃうなんて。ここ私たちのペンションのすぐ裏だよ。物置だそうです。昼間はバイトの方がちょくちょく来るので鍵は閉めないとか。っていうかそちらは男同士で揉み合って何してたわけ？いやテレビ調べてて。テレビを調べる？なぜですか？ねえその本当に本当なの？先輩たち目覚めちゃったわけ？何がだよ、なんかすっげえ誤解してんだろ。ふん。で遭難してたどり着いた山小屋で男同士で温め合っちゃったと。ちげえっつの、何聞いてたんだよ。このテレビがいきなり光りやがったんだよ。おかしいだろ、事件とっくり終わってんだろうが。電源入ったとかじゃん。それか何か映り込んだとか、ゲレンデの照明とかさ。うー、ひどい誤解。クマもお向こうに行けない。クマ見たところコンセントは刺さっていませんね。もし皆さんの話が本当なら調べた方がいいかもしれませんが。だから花からそう言ってんだろ。ふん、このテレビがね。じゃあちょっと調べてみよっか。おいちょっと。どうなってやがんだ。結構なすごい力だ。このままじゃ